ナウ。ハロー。おお、バリさん、めっちゃ花火。タコ、たこ焼き。タコ花火。タコ花火ありがとう。ジャパンシャット花火ありがとう。ありがとう。ミキちゃん、やっぱマシュマロフィニッシュだな。マシュマロ。肌漏れた？俺、うん、激漏れです。なんかサラサラです。ありがとう。それぬるさん、たくまさん、さんさんさん、まささん。仲良しで可愛い、最高ってきました。でしょ？自慢なの。ヤーポーって何？え、ヤーポーですか？うん、え、私の挨拶です。ヤーポーって。ヤーポー。ヤーポー。赤いちゃんさんは？え、こんばんは。こんばんはですか？こんばんは。いや、え、なんかちょっと始めちゃった時、うん、第一声なんですか？こんばんは。やばいね、なんか作らなきゃ。私は8年目にして、うん、やっぽーって、やっぽー、やっぽー。埼玉の一旦花火10個ありがとう。そらなるさん、さんさんさん、すみちあくーらさん、バリーさん、とっちゃん、ゆゆゆさん、沼ひつさん、小焼きさん、ゆきさん、ありがとうございます。いいですね。で、この金魚のやつかわいいよね。金魚かわいい。あと花火のあの落ちてくるやつかわいいです。金魚、星の花火、日向坂さん、リノロフィさん、キューさん、ストカちゃん、日向坂さん、コンタさん、お、鈴木秀香さん、たくさんありがとう。誕生日、コンタさん、魚さん、テイカーさん、キューさん、皆様たくさんありがとう。カズさんお疲れ、ありがとう、ありがとう。ラテって来てる。ラテ、ラテ、ラテネキだから。今日は、はい、アイス食べたよね。ラテじゃなくて、ラテじゃなくアイス。でもラテのような色味。何味だったのあれ？私はチョコ味でした。チョコ、チョコ。やっぱ可愛いこのハート。うん、絶妙じゃない、この四つ足がさ。ほら、本当だ。ダメだ。ギリ、ちょっとでもずれたら終わりなのよ。てかこの四つ足いいですね。え、そう、これで、ね、高さこうしたらさ、ガンって当たるからこれで上げてるの。なるほど。え、めっちゃいいじゃないですか。そうなの。うわ、やっぱ天才猫。天才猫当たっちゃった。失礼します。ありがとう、バリーさん、キング。今日誕生日なので結婚して10個投げました。鈴木秀和さん、お誕生日おめでとうございます。誕生日に結婚したってこと？え、どういうこと？なんか私のルームの文化で、うん、誕生日しか結婚しても投げちゃダメって。え、厳しい。あ、厳しいです。そう、あ、そうなんだ。なんか今まではその結婚してに対して、うん、なんて返せばいいか分かんないですから、イラついてしまって、え謎にイラついてしまって、短期投げちゃダメって。そう、短期なんです。結婚して禁止？そうです。やばー、厳しいんです私、結婚してに対して。鈴木秀和さん、ありがとう。誕生日おめでとう。やっぱ誕生日ぐらいしか、そう、ダメなんです。厳しいね。厳しく言ってます。うん、本当ちゃんとみんな守ってます。えらい。それまではポンスカポンスカだったけど。え、じゃあ新規の人が来てさ、結婚してって投げたらさ、はい、あ、怒ります。新規キラーです。良くない。でもさすがに分かる人は、うん、実は投げちゃダメなんですよって教えます。大変だな、リスナーも。うん、うん、申し訳ない。このリップかわいい。え、かわいいよね。うん、漏れてます。うん、なのよ。嬉しい。何番だろう、ちょっと後で見て番号。買います、これ。おすすめ。しかも落ちにくそう。え、そうなのよ。てるてる様だわ。そうなんです。てるてる様、やっぽー。そんなにコメント欄触るんだね。そうです。あ、私全部読みたがりだから。すごい。こうやって全部読んで。あ、声に出さずにってことか。そうです。なるほどね。リコチ、その場所変わって。イエーイ。いいだろう。551をね、リコチが持ってきてくれたから。そうなんです。大阪から来た人みたいな感じになってた。そう、私本当にそうです。手土産に。ね、すごかったよね。ちまきシューマイ豚まん。すごかった。こうやって。そうですよ。でも良かったです。私、うん、その時買った時に、うん、あの本当に、うん、これお腹空いてたから買ったものはいいものの、うん、冷静になったら、うん、え、これ大丈夫か、果たして一人で食べられるかってなったので、
あかりちゃんさんがいてよかった。食べられなかったよね。でも結局全然誰でも無理でした。明日ランチ行くの諦めよっか。そうですね、ちまき食べよ。ちまき食べて、でデザート食べに行こう。そうしましょう。デザートにしましょう。うん、それだそれだ。こんばんは皆様。かわいい金魚とかありがとう。花火写真集を発売。あ、そうコンビ。え、そう、あの話して。え、あ、しましょう。して、私うまく喋れなかったから、うん、え、でも私もうまく話したい。これは私たちが東京のフェスに行った時に、うん、終わって、うん、渋谷のめっちゃ大きい広告2人で出てるから見に行ったんですよ、うんうん、で2人で写真撮ってたら、うん、あかりちゃんさんのその広告を見て、すごいイケイケ女子たちがめっちゃ眉毛を指さしてたんですよね。指してたね、うん、眉毛だったね。そう、あれは眉毛でした、うん、でそれででやっぱ本人ってわかるじゃないですか。だから話しかけていただいて。違うよ、自分から言ったんだよ。あ、え、あ、そうだったか。あの眉毛変でしたかって話しかけたんだ。そうそうだ、あかりちゃんさんがあの眉毛鼻かしかったですかみたいな、大丈夫でしたかみたいな感じに。めっちゃ眉毛指さしてたから、そうですよね、気になりましたよね、うん、そしたら違うよみたいな感じで、うん、超ノリ良くて、そのネキたちが、うんうん、めっちゃ綺麗だなみたいな、肌も綺麗だし、うん、なんなら目の中まで見てて、見てた、カメラマンさん映ってってるよって言ってて、そんぐらい見てくださってて、うん、話が大盛り上がりして、うん、その女子たちは、うん、あの音楽が好きなグループだったじゃないですか、うん、だからあかりちゃんさんが福フェスっていうものをしててってしっかりと告知して、うん、何々っていうバンドが出ますみたいな、うん、そこまで告知してて、うん、それできっと瀬戸内に連れてこれたと信じています。で、うん、でも来そうだったよね。え、ですよね、うん、興味持ってくださってた。で東京でやるから、うん、でリコチがあの、はい、このこれ、あ、これはい、これの前でこのポーズしてたじゃん、うん、それでえ本人じゃんって気づいてたよ。あ、本当ですか。え、そうじゃなかったっけ。そうなんだ。え、嬉しい。私はもう自分のあれにしか、あれに夢中すぎて撮ってもらうのに。そうだったんだ。とにかくすごかったよね。え、です、本当に嬉しかった。でもずっと話してました。それでその結構喋ってたよね。カメラに映ってるよとかそう、めっちゃ教えてもらって。そうなんです。でもそういう話ちょっと記憶が乏しくなってる、うん、そうだね。やっぱもうあ、ま、あの時の興奮で喋りたかったよね、うん、本当にあの時めっちゃ良かった。嬉しすぎた。ね、うん、たまんないね、これ難しいね。たまんない。でもめっちゃ嬉しかったんですよ、うん、すごかったよね、うん、熱量あっち、もう嬉しすぎました、うん、あれは嬉しすぎた。あんな大広告言ってくれたよね。いただけて、ね、うん、言ってくださった。本当にしかも いろんな方が写真撮ってた。うまいな。ネットレギシャン、かわいい、ありがとう。金魚、たくさんありがとうございます。コーラ、結婚して誕生日じゃなかったらダメです、こう言ってます、いつも。ポンコツさん、いいね、ありがとう。金魚、ありがとう。渋谷ネキ、渋谷ネキです。渋谷っていいですね、みんなオープン。2人とも、とってもいい感じですって来た。2人とも檻のとすっぴんだったよね。そう、めっちゃ、もうめちゃめちゃすごかったよね、うん、もう無理なのではって思いました。もうこれ以上よかった。どっちかが化粧してたらさ、友情に亀裂入ってたよね、はい、亀裂入ってましたね。すげえ。お、せいちゃん、タコ10個ありがとう。え、だって私たちのこの感覚だからこそ私はここに来れたって思ってます。だってお互いお昼寝をしてここにいる集合時間に、はい、で、うん、集合時間決めるときに2人とも 寝てたの。寝てた。あ、寝てて、うん、起きたらインして、おはよう、出て、あと2時間ぐらい必要かもって言って寝てたよね。寝てました。その2時間前に寝てました、私は。おはようございます。今から準備します。で、寝てたでしょ？うん。そうです。え、違う、海の始まり見るスケジュールがあります。私は、これは絶対あかりちゃんさん分かってくれるって信じて、あの、
そうだそうです、そうだ、歯医者終わりましたからの、うん、すごい準備してくるかなとかワンちゃん思ったら、うん、今から海の始まりを見ます、はい、1時間見た1時間この時間まで海の始まり、うん、一緒に見ようとかじゃない、うん、見ます、自分家で見ます、はいそれで力尽きて寝てた、うんうん、しょうがない、そうですよ、そんな感じで、こういう軽さだからこそ、うん、私はここまで来れました、うん、よかった、もっとなんかパーティーをするよみたいな、そう大歓迎だよみたいなのじゃなくてよかったです、そうだ、コラボ配信するよとか言ったらさ、うん、メイクしちゃうじゃん、え、しちゃいます、今日はもう元気だったらしようぐらいの感じだったから、本当よかったよね、ノリが一緒で、うん、今もうあ10時半ぐらいになったらするかみたいな感じだったよ、全然35分とかしょうがない、うん、しょうがないのさ、だからこういうこのノリでよかったです、お互い気持ちが一緒でした、金魚さんありがとね、たくさん、なんだドラマなの、金魚さん顔にありがとう、え、とても深いです、感動系、感動系ですね、でも考えさせられるというか、ネタバレにならない程度に言うと、うん、主人公の男の子の元カノが、うん、元カノ、うん、元カノが、うん、あの子供を下ろすかと思っていたら産んでいて、うん、その子がちょっと4歳6歳、うん、6歳ぐらいになって、うん、その元カノが死んだから、うん、その子と関係というか何お父さんとしての使命を果たしていこうみたいな、なんという心がキュッとするやつだ、あ、そうですそうです、へえ。でもすごいそのお父さん、うん、お父さんはあの彼女、現彼女がいるんですよ、うん、あらま、でその彼女も母になるぞという決意を持つんですが、一人ずつその出てくる一人ずつ、うん、なんか考えてること感じてることがあって、うん、もがいてるって感じですね、だから面白い、泣きました、私本当泣けないんですよ、泣いてるイメージあるけどね、え、そうなんです、ないんだ、もう感動系とかで泣けないんですよ、あ、そういうことか、はい、でも泣きました、それはじゃあ結構すごいんだ、はい、やるじゃん、やります、本当に心が本当きっと、あ、見ました、ニョッキンミルンさんありがとう、タコタコタコスタコスタコス食べました、二人でこの前、あ、この前ね、今日は551そう爆買い551でした、ヨシさんありがとう、スノーありがとう、ナチュラルなお二人に感謝ってきました、ナチュラルナチュラル、スノーあかりんかわいいね、コーラ結婚してた、結婚？ダメ、今日はダメでしょ、ダメですよ、誕生日じゃないでしょ、うん、あ、ちゃんとそう、ルール、合理、うん、なんだっけいれば合理、そう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 ローマンズドゥのやつですよね、知らなかった、何それ、 When you in Roma みたいな、賢いねみたいな、ありがとうございます、ローマにいたらローマ人のように従いなさいと、あ、そうなんだ、そうです、今日はね、リコチがスケちゃんと電話してくれました、はい、そうです、なんか電話をかけるやいなや、もう人に繋がるんじゃなくあの猫たちに繋がりましてそう、おもろい、でもうそのまんまバイバイ、もう人にバイバイすることもなく猫にバイバイして切りました、うん、そうそうなんです、もうその繋がったご本人様もほとんど喋ってないですよね、うん、猫がゴロゴロまどろんでいるこれを見るだけで、ね、もう可愛すぎました、サマーカットちゃん、すごかったでしょ、可愛すぎます、あれは誰のスタイリングなんですか、ママ、だからママがね、うん、オーダーシート書いて、うん、オーダーシート見てほしい、うん、え、見たい、見せてください、ランパスさん、たまやありがとう、え、3月29日生まれコンビって言われてる、さすが、あっくんありがとう、スペシャル電話映ってますか、うん、別名鶏肉ってきてるな、鶏肉、鶏肉、鶏肉、レコチも可愛いね、コーラこれ誕生日です、え、ウケるバツ、これは整、丸く整えすぎてると、うん、あ、そう
そういうことか。可愛くない？ここはそのままにしたいんだ。この胸毛ですか。そう。あー、牙。ね、可愛い。可愛いんだ。このなんかニコってしてるのも可愛い。うん、けちゃんの意外性格がいいからニコニコなの。ニコニコにゃんこ。ニコにゃん。昨日以降リコちゃんが気になって朝しか眠れない。やばいですよね、そんな朝しか眠れない。うん、私らも朝しか眠れないよね、いつもね。昼寝とかしちゃうから4時ぐらいに寝ようかなってなるよね。やっぱ社風、社風だよね、そこ。 SF です、社風、社風こと SF、うん、やっぱそのグルーヴが合うからこそ、うん、ここに来れました。本当に今日朝10時からレッスンだったけど、はい、とりあえずそこは一回考えないで、うんうん、そこはまだ夜の延長だったの。10時からレッスンが終わるまでは夜の延長だったから、うんうん、家レッスン終わって真っ昼間に帰ってきて、はい、あ、夜だ寝ようってなっちゃったからこうなった。もう、そう、私もです。私も、そのあかりちゃんさんがレッスン頑張った後、うん、レッスンしてて、うん、で歯医者行って何事もなく、うん、海の始まり見て、うん、よっしゃー達成感、うん、寝よう夜だ寝ようそうなりました。で大事な約束をね、うん、でも今夜は、うん、これ寝れないかもなんですか、あかりちゃんさん。え、わかんない、生活リズムが。あ、え、わかります、整えたいんですよね。わかる。私夏になったら多分 日の長さが長いからか元気になっちゃいます。うん、冬は冬眠モードです。それな、うん、次の予約が22日だから休みかと思ってた。それな、え、私もママからも来ました。22日まで配信しないの。そう、あれ違うんですよ、勝手に入れられたんです、はい、何者かから知らぬ間に入ってました。全然明日もするよね、うん、します、うん、今日も明日も明後日も、うん、任せてください。しましゅ、配信予約がね謎に入ってたから。そうだからね、ごめんなさいね。でも私は毎日アイドルなので惑わせたね。してください。そう、乗っ取られた乗っ取られた乗っ取られネキです。写真集のお姉さんに。写真集ネキ、写真集ネキ可愛いから許して。え、マジ可愛いですよね。可愛いよね。私、お渡し会でずっと一緒にいたんですよ。え、写真集ネキ、私かいるの？いますいます。おー、楽しみ。うん、もう、全ネキいます。全ネキいるんだ。うん、全ネキがいます。全ネキって2名でしょ？え、3名です。え、3名、ああ、もう一人のネキも。あ、そうです。いるんだ。でもみんななんかスラッとしてて、もう一人のネキグアム来なかったんだよ。あ、そうだったんですか。あ、でも私もです。あ、本当？写真集は同行しなかったけど、撮影は。でも、みんないい人？はい、ミニアのいい人。寝る子は育つよって。もう育たなくていいよね。やったとしても身長が伸びるのか。うん、結婚は誕生日なんですか。すごいたくさん金魚ありがとう。金魚飼いたくなっちゃう。こんにちは。金魚ありがとうね、たくさん。お水を飲みます。前失礼します。え、何する？え、あ、飲水 NG？ あ、そういうタイプです。へぇ、そういうタイプです。あんなたこ焼きはバクブしたのに。あ、え、結構私食べるところも見せないタイプです。え、たこ焼き大丈夫だった？半年前結構あの食いしばって頑張りました。気まず気まずいや、全然配信でコラボ配信で、うん、あの私も今ここで飲もうと思ったけど、うん、やっぱいつものしきたりを守るためにこうしてみて、ね、でも食べるのは全然抵抗なかったです。コラボだから。ロケとかは大丈夫なの？あ、全然全然。でも配信の時はなぜか、うん、一人の時は特に絶対見せません。気まずい気まずい。まだ食べて、え、ゴーゴーシ食べる今からやばいなあれですか、ちまきですか。ちまき食べよっか。本当ですか。やばいね。そうなんだ。でも昔ペットボトル飲むときに、うん、はい、なんかだって こうやって隠して飲んでた。あ、え、ですよね、うん、やっぱそう、うん、そう、口の位置間違えた。え、大丈夫ですか。めっちゃこぼした。姉さんティッシュまあいっか、水だからいいや。水だからもうそこはもうなんとか、まあいっか。
そしたら、はい、なんでそんなことするのって言われてしなくなったけど、うん、でも確かにその気持ちわかる。えですよね、うん、そうなんかちょっと隠したくなっちゃうんですよ。なるほどね。そういつもバカみたいな見せて恥ずかしくなってきた。いや私もちょっとの、うん、ペットボトル飲んで、うん、こうやってブーってあのこう握りつぶして飲むタイプなので。そんなタイプいないよ。え本当ですか。何そのタイプ。握りつぶし飲みネキなので私は。いないな。うん、私が飲んだ後のペットボトルは大体潰れてます。あそうだったんだ。だからエコだね。そう リサイクル、うん、ゴミに出しやすいんですよ、うん、えあかりちゃんさんはおとけしはって。おとけして鼻かぶ。偉い。鼻かむんだよ、ね、画面の前で。あそうなの。でもエチケットですやっぱり。そう私はあんまねパフォンって言うわけにはいかないから。逆です。私は、うん、いなくなって音は垂れます、うん、あ逆なんですね。音だけです。なかりんかわいいね。コーラ誕生日です。かわいい。おもろいね。でもイロハスじゃなくても、うん、硬いペットボトルでも、うん、やります。私はお茶の四角いあの硬いペットボトルでも。家物でもいける。あ全然いきます。すごっ。ピーってなります。マイカはそれって鍛えてんだ。あそう体育会系です、ね、あ来てください。あさってそうですよ。私たちじゃないですか。対バンします。マイカ四国。マイカ四国リネタン初出演。そうなんですよ。新生マイカ。うんうん頑張った。ありがとう。優しい。はじめだよさん面白い女。面白い女になりたいです。私に面白い女来てないんだけど。あらあら嫉妬案件じゃないですか、ね、あさってはでもリネタンが初回ということ&マイカーのお宅なんで私は。あ最前路線はいただいてるんでごめんなさい。そう最前路線は福田席です。そうなんです。すいませんスペサポーの皆さん。そうなんですよ皆さん。すいません。あ来た面白い女。ふちゃんもありがとう。優しい優しい面白い。お、台湾公演行くよ。ありがとうございます。おや？ん？おやおや。そんな、まあ、過去は過去です。KK 過去楽しみ。え、本当に楽しみです。公演活動台湾久しぶりかも。前ショークワンマンだったんよ。え？かっこよすぎる。いや、やったでやる。ワンマンライブですか？いつやったかな。あ、17日ちょうど1ヶ月ぶりぐらいだ。いいな。私もう申請になるまで一度もやってないです。沖さんとコカワさんが。あそっか。サマーライオンしちゃったので。そうだそうだ。サヨナライオン。サマーカットライオン。サマーライオン。サマーカットライオン。マジでいいです。はじめだよ守りたいこの映画。ありがとう。はい。でもリコのトリコ写真集のタイトル、うん、自分で書いたやんか。はい。今ロゴ迷っとってバハバハバハみたいな字で書こうかな。サバ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 。いいかも。え、いいですよ。いいよね。アンガガガのさ、アンガガガのバキバキみたいな。バキバキのやついいかも。達筆じゃないから。リコの自分で書く派ですか。どうしよう迷うな。スケちゃんに足跡で書いてもらう。いいかも。かわいい。にゃん。そこで登場。そうにゃんこ様。すけちゃんです。リコチの敬語が新鮮。そうですよ。あかりちゃん。でもちょっとたまになんちゃらさーって出ちゃいますよね。わかる。ちょっと私のそれは癖です。しょうがない。これはもう癖です。なんちゃらさー。すけちゃんの足跡。すけちゃんの時私も声3トーンぐらい上がりましたよね。上がってた。ゴロミとは全然対応申し訳ない。ゴロミ様もよかった。おーおー。あ、せいちゃん。あ、え、タコ。ありがとう、タコ。タコ。タコ。え、お渡し会ってどんな感じなん？結構、2人だけの空間にさせてもらえて、うん、で、それで、もうこう、渡す。ちょっと距離はありました。あとサインも書いたりするので。え、サイン書けるの？はい。知らなかった。だから座ったりします。へえ。で渡して。いいな。そうです。そっか。でもあかりちゃんさんまだあれなのか。結構先9月の末ぐらい。そうです、ね、そうです、ね、そうなんよ。楽しみだけど季節変わってるね。変わんないかまだ9月は。あ、ギリギリ大丈夫。
ギリ秋の始まりを感じるぐらいじゃないですか。でも私そんな LINE 送ってきてたよね今日。ええなんだっけ、秋の匂いがしますじゃないですか。めっちゃ秋の匂いしました。なんかメープル、あもう秋の香りがしますだって、うん、メープル、なんかそういう樹木の、あ樹木、樹木の香りがしました。うーんわーわー。あでも結構セキュリティは十分で、うん、私かい56人に守られながら、56人はい、ね、そんな人件費かけてるの、はい、見守られながら、でもすっごいスタッフさんの対応が、うん、神で、すごいよかった。そうなんだ、楽しみ、お待ちしてます。アメリカ大統領クラス SP いた。そうですマジ、うん、本当にいたんだ。男性も女性も、皆さん、私たちのマネージャーさんもその場にいます。まま、見張り、ま、見張りですで、なんならもう剥がしとかしてました。みんなで作り上げてるんだね、うん、あ、来た。え、そう、どっか、なんなんだろう。うん、たまにある。でも私もあります、うん、あるよね多分。電波の切り替え、更新、そうです、そうです。そう、めっちゃ親切。しかもファンの方へもう、うん、その見えないんですけど、うん、荷物置いたりするじゃないですか、うん、入り口で預けたのに、うん、出てる時には出口にあったりして、え、ほんと荷物とかも認知しながら、すごい、全部めっちゃ、いやすごいね。 あくびカットしてくれたあくびカッツです。でも花束ありがとう。パンパン花束、そうなんです最初リコチとスタッフの女性間違えて挨拶しちゃいました。そんなことはないやろ。もう可愛いんですよね、本当に。写真春抜き、写真春抜き、初めて言ったけど優しかったし楽しかった。おーいいね、初めての人が怖がらないっていい現場だね。すごいいい現場でした本当に。それも可愛いです。福田あかりん可愛い、なん、うん、なんだそこに、うん、広島のたまり子は許そう。あ、どうなんだろう、うん、同じく言っちゃった、ハマっちゃった。なんとかで工藤みたいなやつは定型文、これ、あ、定型文、あ、そういうことか、普通言ってくるはず。工藤です、そうです。え、何にしてます、あ、カリンゴ、カリンゴだね、いいですね、カリンゴ、リンゴ、カリンゴと、はい、おつかれんこんと、あ、おつかれんこん好きです。おやすみみんゼミはないですか。はい、ないんですね。寝かす気がないから、ん、寝かさないから12時まで。おお、さすがっす。そう、え、3つできるっけ。できます。なんだろう、もう1個、あ、初期じゃないですか、もしかして。そうかも、ほら来てます、初期、あ、守護主義も来ちゃった、こっちに、初期天才猫、リアルに天才猫聞けて嬉しかった。ナチュラル天才猫、スケちゃん天才猫だったでしょ。大天才猫です、かわいすぎ。でも皆さん、ゴロミパイセンも、あーろーはー、アンガガガガ、アンガガガ、アンガガ、アリン今日は特に可愛いね、ありがとうございます。花火10個ありがとう。チュッパチャップスー、私の笑い声が聞こえてた。リコチの笑い声やつ、あのリネタンの絶叫、うん、お話し会の時さ、はい、すごかったよ。すごいですよね、きっと、すごかった。マイカー絶対そうだ。いや、マイカーやばいよ、楽しみすぎる。タケシーさん、タコちゃんありがとう。リネタは何をしたんだろう、あんなに。え、気になりました、私も。え、すごかったよね、絶叫っぷりが、うん、多分。どうぞ。え、優しい、番号見よう、5番、5番、5番、優しい。今日はあかりちゃんさんにあの染まるために何も持ってきてません、こういうリップも。え、唇同じ色とか、マジ天才。これブルベもイベもいけるね。いけますね。リネタめちゃくちゃはしゃいでた。そうだよね。そうですよ。キクシャンタコ10個味が。タコ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 。超えてゆけ。ブリッチチュキ。超えてゆけも。あ、超えてゆけ駆動あります。STU の。あれみたいな。リコチの高笑いが響き渡っていました。え、聞いてくださいよ。え、私、あの、え、唇かわいい。え、嬉しい。そんな、初めての見つめる。じゃあ話しますよ。はい。あの、うん、ご飯食べに行ったんですよ。で、後ろの席に海外ネキがいて、うん、私普通に、まあ、笑い声こんなんじゃないですか、うんうんうん、そしたら後ろからアハハハハみたいな声が聞こえてきて
って思ってで、リクフ真似されてるんじゃないみたいになって、うんうん、で面白くなっちゃってもうアハハって笑っちゃったんですよ、うん、そしたら後ろからもアハハハって言われるんですよ、でそれでもう、うん、もう面白すぎて私はもう笑いが止まらなくなっちゃって、うん、もう海外ネキと共鳴してし、うん、共鳴するっていうコラボができました。真似されてたのずっと。あ、真似されてました、ね、で海外ネキが、うん、あのお会計の時に、うん、めっちゃ目合って投げキスとかされました。はい、めっちゃ気に入ってもらいました海外ネキにマジ大好き。おもろい。英語で喋らなかったの？あ、喋らなかったですね。なんだそこはちょっと億劫になっちゃって億劫になっちゃった。億劫になっちゃった。笑い声だけ一緒に。おもろいね。そうよ。近いしたまや、うん、ありがとう。面白すぎた。海外の人って急にそういうのあるよね。あります。他にもありました。イタリアネキとニキがいて。なんだイタリアの次の日早いからって言ったら、あ、そう、それ英語で喋ったの？あ、ちゃんと伝えました。なんて言うの？次の日早いから、うん、次の日早起きをしなくちゃいけないのって。 I have to wake up early tomorrow morning。 すごっ。伝える。 I have to wake up early tomorrow morning。 tomorrow morning って言ったら、そしたら、oh, I see みたいな、分かったみたいな、そうです。はい、ものびたんでけえレインボースターありがとう。でけえですよね。でけえやつあるよね。びっくりします。しかもなんか私対応できてないのか知らないけど画面が真っ白になるんですよ。え、多分でっけえレインボースターがこう流れてるこのアニメーションに対応できてなくて、うん、なるほど、真っ白ってなって、え、ランマ大丈夫かなるんです。そうなんだ。二人は仲良しなので。仲良しが悪くて燃えちゃったらやばいよね。実はなんかバチバチみたいなそんなこと。仲悪かった場合片っぽめっちゃバチバチメイクでくる。多分そうだそうだ、うん、本当で、すっぴんだよって言って、本当すっぴんだからね、あ、分かったー、カバカンな時みたいな、本当すごい仕入れし、なんか仕込んだんやなって、完璧やんみたいな、うん、スプレーガチガチどうしよう。そんなんじゃないのでね。こんばんは。ご安心くださいまし。猫草、猫草、カバカンまつげ通じてる、すげえ。え、やっぱ英才教育、メイク配信の賜物だわ。あ、さすが。私もメイク配信するけど、みんな多分だんだんキャンメイクとか分かってこん。多分そうだと思います。すごいよね、うん、絶対そうだと思う。なんならもう多分クレドポーボーっても分かってくるんじゃないかな。レベル高いな、うん、分かってる。でもどうなんでしょう、教えてないです。まだクレドポーボーってだよって。今度教えまくろ。今度教えてあげな、うん、ボビーブラウンとか。うわ、無理か、私覚えきれんかも。ボビーブラウンはちょっとレベル高いかもしれない。ボビーブラウンです。難しいよね。難しいよ。マシュマロフィニッシュパウダー今から教えましょうよマシュマロフィニッシュパウダーはお肌めっちゃ綺麗に見えますよ。なん、もう一周回ってマシュマロフィニッシュ。え、そうなんよ。一周回って、うん、メイクの初めの時に買うじゃん。え、そうです。私めっちゃそうでした。ね、ファンデーションデビューマシュマロフィニッシュパウダーでした。だよね。え、俺ボーテ使ってるって。ボーテって略すのか、まあ、いや、クレードポーじゃない、うん、略すとしたらどっちかというとクレードポーです、うん、ボーテって略す人いねえからああ、ちょっとバレちゃったかもしれない。あ、マシュマロフィニッシュパウダー、それは普通に聞いたことある。さすがかも、やばい、すごいじゃん。落としたらすぐ割れちゃう。そうなんだよね、そうなんだよ、わかるよ。プチプラの悲しいとこ。スーメタルって何ですか。わかんない。ゴイゴイスーもスーかな。すごいね。ジルだって。ジルは確かにジルって言いますよね。うん、でも憧れじゃないです、ジルって。うん、ジルシチュアート、ジルか。ジル、アナスイ、アナスイマジ大好きです。憧れでした、ずっと。なんかあの黒いやつ、はい、あのバラみたいなやつ。そうです。うん、憧れブランドでした。アナスイ何も持ってないな。私もコスメ持ってないですね。なんかアナスイのさ、指輪みたいなやつあるよね。それでピッピッピッってできるやつですよね。あれちょっと欲しかった。え、わかります。
お直し、うん、絶対使わないけどそうなんか欲しいよね。ちょっとなんか乙女心をくすぐるんですよね。うん、ベビーメタルを知ってますね。うん、リンゴ、赤リンゴ、青リンゴもあるんですか、かわいい。緑だからいいんだよ、青リンゴ。あかりちゃん、ギャッツビーに来です。あ、ギャッツビー最強。ギャッツビー、もう STU メンバーはメンズビオレかギャッツビー。そう、そう、あのビオレじゃ物足りないんですよね。そう、あの、はい、メンズビオレです。うん、メンズビオレかギャッツビーしか、うん、勝たん本当に。ギャッツビー最高、もうどっちも持ってます私。あれ持ってたらヒーローになれるよね。ヒーローになる、使うって。しかも、うん、あのいろんな種類持ってます。顔にも使える優しいギャッツビーと。え、そんなのあんの？あります、ビタミン配合とか。え、知らなかった。とかなんかもうガチギャッツビーとか、ギャッツビーのピーチも。ギャッツビーか、でも男性用って知らなかったです。そうだよね、うん、普通にメイクさん持ってるもんね。ですよね。さすがアイドル現場にはメンズ用、メンズ用の冷やさが必要なんですそれぐらい冷えなきゃダメ。この夏どんだけ助けられたか。え、本当にそうです。わーい、花火ありがとう、金魚、アルバムありがとうです、バラ、バラありがとう。それタコ、タコ顔でした。今見たんですよ自分の目。あ、アイラインいいな。あかりちゃんさんが貸してくださったアイライナー、ほんと正反対だったよね、使ってるコスメとか。多分確かにそうだと思います、ね、ブルベと家で大変だよ明日の朝。だってペン、シル、ライナー、肌も筆じゃ描けない。やばい。そうですよ、こんな小筆とか使ってるのに。さっきそうだよね、リキッドライナー使えないって言って、書道家なのにって、うん、書道家としてのプライドあったよね。はい、ありました、書道家のくせして筆が使えないという顔にアイライナーに対しての意識が高い、意識高めでした。うん、花束ありがとう。え、花束かぶり、ヒロさん、花束ありがとうございます。素敵、やっぱ乳液大事ですよ。何、乳液布教してるの。あの、ここにニベアメンの乳液使ってます。えらい、最近乳液の大切さ知りました。わあ、金魚、ありがとう。金魚かわいいよね、金魚。金魚かわいい、飼ってました。え、金魚飼ってました。めっちゃ大きくなります。実家です。あ、実家か、びっくりした。さすがにそうだよね、うん、なんか金魚、金魚飼ってたら確かにびっくりするかも。お祭りの金魚、お祭りの金魚も多分そうか。そしたらでっかくなりました。めっちゃ、あれ育つんだ、こんぐらい。へー、育ちます。ありがとう。水替えとかするの？します。大変だね、ブクブクが必要だから。うーん、水草とかのやつ。あ、そうです。うーん、そうなんですよ。そうなんだ、大変ちゃん育つよね。なんかさ、ちっちゃい時にゲットした生き物ってさ、うん、うちら重み分かってないまま家に連れて帰ってるじゃん。大変親、マジごめんって感じない？マジでそうです。わかる。本当にそうです。わかる。重み分からずに。そうなんよ。ありがとう、花火ね。そうなんよ。マジでそうです。でも今になって本当に重みが分かりますよ、ね。私もさ、なんか頭弱視してがカエルになってて。え？うん。お母さん、それ水替えしちゃったよね、多分。あ、はい。ごめん。ごめんって感じ。私親になって子供がカエル使って帰ってきたら泣いちゃう自信がある。なんでってのなんで飼えないよ。そう、無理だよ。めっちゃ無理だよ。誰が世話するのってなるじゃん。うん、確かに。考えたら母は強しだな。本当母ありがたい。見てる。来る。見てる。マザコンなので。メダカ飼ってたな。ああ。飼ってました。でもオタマジャクシとかも飼ってました。メダコ最近見なくない？ほら、ありがとう。見ないです。あ、でも、いるとこいます。え、いるんだ。はい。し、あ、でも、水たまりとかでは見ないですよ。水たまりっていうか、なんか池みたいな。水たまり？水たまりでメダカいたらやばくない？あ、あとママから LINE 来た。見てるよー。え、かわいい。ママ、お世話になりますーって。かわいい。嬉しい。お！かわいい。生写真それ。いや、
ただのオフショットです。かわいい、嬉しい嬉しい、かわいいじゃん。私も生写真送らなきゃ、どれにするか。あ、選んでるんですか今度の。あ、え、どれが結局どれがいい。やっぱこれ、玉やありがとう、バラやハートもありがとにゃん。え、じゃあ私の、うん、見せたいものあったじゃないですか、うん、見せていいですか。一言も発しちゃダメですよ、これまだ。あ、これね、これ何使うかもダメだもんね。はい、それか。え、かわいい、え、かわいい、え、この辺の装飾も神。え、そうなんですよ、こういう感じになっていて、いいやん、こういう系。え、これ会社で撮った、本当に。はい、え、めっちゃ綺麗じゃない。ですよね、神です。え、まだ生写真これぐらい本気出してほしいんだけど、普段から。え、かわいい。アーシャ、アーシャ。え、アーシャじゃん。アーシャ。え、これにしなよ。あ、でも、これアーシャの、あの、ひらひら再利用です。そうなんだ。皆さん、これはリコチおじさん、お楽しみですか？お楽しみに。でも、この辺ですよね。これが、でも、パッと目引く。やっぱそうですよね。うん、これ系。え、今のポーズいい。したよ、こちらへ。え、これ本当に会社？はい。え、すごすぎるんだけど。ですよね。本気出しましたよね。え、作ってほしい、普段からこの自撮りスポット。すごい。これは素晴らしい。ここら辺でいきます。めっちゃ可愛いです。やったぜー！ STU やるやん。やっぱ STU しか勝たんです。STU、日に日にオシャレになってきてるね。うん。そうです。STU は大好き。今度それ。そうですよ。すごい。何のことか絶対分かってない。ほんと。内緒案件。めちゃめちゃ可愛い。ありがとう。金魚ありがとう。そう。STU 大好き。やっぱ STU 大好きじゃなんか、もう本当に、ここは大好き。STU 大好きなファンの人が大好き。わかる。STU のこと何でも、何でも大好き。何でも最高。って。褒めまくってくれる。見習うよ。ゆうたんさん、たまや、ありがとうだす。ゆうたん、コール、パンダ。珍しいコンビやなってちょこちょこ来るけど、そうかね。そうかね。世に出てないだけ。もっとちょっと知らしめていきますか。ウケる。お分かりか。ありがとう。すごい。はじめだよ、みなぼありがとう。私たちは3月29日生まれコンビです。お分かりか。やばいですよね。なんならもう一人いたってすごくそうだ、ややもじゃん。そうですよ。すごっ。しかも私やゆちゃんと身長も、うん、誕生日も、うん、なんなら足のサイズも一緒です。え、双子なんじゃない。そう、すごい。みなぼありがとう。めだよ、すごいね。それそうなんですよ。え、年齢も年齢もです。え、全く同じ日に生まれたってこと。そうです。寒い、寒くない。違います。大丈夫です。うん、え、すごいな。苦しんでる。そういう人にさ、同期、まあ、20人とかじゃん。はい。で出会えたのすごくない。びっくりしました。すご、出会いがすごいね。前世で何かあったね、それは。ね、かゆかゆかありがとう、バリーさん。違いますよ、風邪じゃないですよ。本当に喉に、うん、張り継ぎました、何かが。喋り方おかしい。たまやありがとう、ありがとう。329トリオ、329トリオ。え、でも全然誕生日こんかった悩みあるよね。あります。誕生日、あの春休み中なので、うん、誰にもお祝いしてもらえないっていう辛さです。自分はさ、プレゼントとか友達にあげるけどさ、うん、え、そう自分の誕生日の時はさ、うん、もらえない。もう春休みなんだよね、うん、だからもらう文化なかったです。私クラス変わるしね、ちょうど。え、そうですよ。わかる。次ご来週。めっちゃわかる。そうなんです。これは3月末生まれあるある、うん、夏休みとかの子もそうなのかな。あ、そうだと思います。 でも私、うん、あ、内緒にしよう。身内の話になっちゃう。お誕生日って確かに、うん、バレちゃう。バレちゃうよね、うん、自分はお盆休み。あ、お盆休み。お盆休み、どうなんだろうな、ね、夏休みの誕生日だからあんまり祝われなかったな。でも家族にはめっちゃ祝われると思います。あ、確かに、うん、休みだからね。うん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 。自分のお誕生日ケーキとか覚えてます？うん、歴代。覚えてない。プリンケーキがめっちゃ覚えてます、うん、美味しそう。聞くだけで。プリン
タカめっちゃ可愛い。ありがとう。にゃ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 。え、親が作るの？いや、ケーキ屋さんでした。楽しそう。買いに行くの？買いに行きます。うわー、楽しそう。もう楽しかった。今も楽しいです。いいね。うん、私ね、プリキュアのケーキがずっと欲しくて、うん、で、どっかのタイミングでプリキュアケーキを買ってもらいたいの。わかる、うんうん、ビニール貼ってあってさ、上にちょっと人形とか。そんな、なんかイオンとかで売ってる。あ、わかります、うん、そんな、ケーキ屋さんとかじゃないけど、そのキャラクターのやつある、うんうん。あれ買ってもらったら嬉しくて、周りのビニールのやつ、未だにタンスに貼ってる。ねえ、大好きじゃないですか。キャラクターケーキ嬉しすぎて。うん、フィルムを保護してます、未だに。25歳にもなって。なんかライブで降ってきた銀テープみたいな。そう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 すごい。ヨッキンミルさん、とうとうありがとう。めっちゃかわいい、ありがとう。ヨッキンミルさん、とうとうありがとう。めっちゃかわいい、ありがとう。やっぱ大事にするものは一緒。はい、どうぞ。いけた。今日調子悪かったよ、夕方も。あら、でも私もたまにあります。なんか一人で喋ってるみたいになるじゃん。寂しいですよね。寂しいよ。なんか全然返事くれんじゃんと思ったら、うん、これ全部一人語りだったのみたいな。あります。辛すぎなる。そんな、なんかある。やっぱり前髪は切るべきな。ここでしょ。はい、やっぱ眉毛大事ですね。眉毛でさ、ここはね動くのよ、表情筋で。あ、うん、だけどここは動かないじゃん。だからここが伸びるのよ。伸びるっていうか落ちてくるのよ。そういうことか。そうそうそう。やっぱ研究に研究を重ねてる。そうなの。だから最近編み出したのは、うん、はい、お直しがいらない日、はい、とかはもうここを貼っちゃう。眉毛は貼らないけど、ここだけ貼る。すごい。そう、グルーで。グルーで。でも一回しの時だけしかできない。パリパリになるから。うわ、グルー大事だな。大事。でも私もう結局汗でびしゃびしゃになってこんなになるんですよ、ね。確かに。でも汗かかない系の時いいですね。うん、動かしたくないような時。うん、かっこレインボーありがとう。流し眉毛もいいよね。あんまやってるイメージない。ほとんどないです。うん、パッツンが多い。多いです。うん、パッツン維持するの大変でしょ。そんなですよ。本当？髪質かな、分かれちゃう絶対。あ、本当ですか。あ、でもそうかもしれない、うん、あ、でも大パッツンです。私でも前髪の量が多いから七三分け。どや顔。28分けです。28分け。面接いけます。確かにめっちゃ印象良さそう。本当ですか。トイック900点ですみたいな。おー、言える。900点って強い。え、強いです。本当めっちゃ高得点です。そうだな。眉毛がやっぱ綺麗になったから、やっとこれ、うん、眉毛めっちゃ綺麗になった。でもちゃんとなんか自眉生かしな感じです。それってさ、なんかブラジリアンワックスとかでグリってやられる。はい、そうです、そうです。でも寝てました私は。え、痛いんでしょ。え、痛いです、痛いです、痛いです。めっちゃ初めだよ。ミラボありがとう。990点が満点。あ、そうなんだ。99? すげえ。間違いで、あの、1000点ですとか言っちゃった。お前見えの張る、見え張るにも知識が必要だね。必要です、うん。しかもなんかありますよね、トーイックで956点ですとか言っても、うん、あの、トーイックって、うん、6点とかないから。多分どういうこと。多分10点換算、10点ずつ。ああ、そういうことか。1問10点とかで。そうです、そうです。その変な発想になることがないってこと。そうです。かだからそれもバレちゃうよ。え、あ、古典刻みなんだ。待って、それすごい。それ知らなかったらはずいね。うん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 、なるほど。え、じゃあ1問5点ってことは、うん、すごい400。え、問題数お、うん、そんなにあるってことですか。やばいね。850くらいが信用されそうらしいです。わかりました。わかりました。じゃあ詐称するときは、詐称するときは850くらい、うん、そう、使う。まいちさん、ありがとう。バック。かずさん、にや、とし、うん、さん、まいち。FTT さん、ありがとう。とりこ。え、今日さ、一緒にお風呂入るんかな。私たちですか。え、うん、私は、私もそれを考えました。やっぱ考えた。はい。会
チョンさんとお風呂に入るのかなって思った時に、うん、申し訳なさが勝ちました。うーん、なんか普段、うん、メンバーと入ったりするんですよ実を言うと。え、大浴場以外でも？あ、はい、ホテルでも自宅でもあるんですよ。え、メンバーとはね、家族じゃないよね？あ、はい、はい、え、ゆきいかですよ。言わんでいい、言わんでいい、言わんでいいか、言わんで、でも言ってるの、言ってるの。ちょっと待って、福田ライブには刺激が強いかもしれない。あ、嘘でしょ、本当ですか？え、本当ですか？田辺先生が反応しちゃったじゃん今まで出てきてなかったのに。あ、本当じゃん。そうだよ、潜ってたのに、潜ってたのに。しかもなんか、うん、その日は私がすごい落ち込んでて、うん、で同じ現場じゃないのに LINE してくれて、うんうん、もうやん、なんか寝れないんだったら、あの、家行くよ、みたいな感じで言ってくれて。優しいじゃん。それで、うん、で、次の日は私が朝早いから、帰ることにはなったけど、うん、一緒にお風呂入って、化粧水も同じの使って、うん、優しい。ドライヤーとかも一緒にして、うん、寝るまで、うん、あの、一緒にいました。めっちゃいい話やけど、お風呂の室で誰も話入ってない。あ、本当ですかマジ待って。ゆきりかに命救われたって話なんですよ。めっちゃいい話やけど、びっくり。でも今日は別々で。え、嘘、今日は別々で、シャットダウンされちゃった。この話の後に申し訳ないけど、うん、え、なんでですか、うん、あの、今日は別々で。え、でも赤いちゃんさんは、うん、どっちなんだろうって思いました。そういうのは、いや、大浴場は一緒に行くけど、あ、個室風呂はないな。個室っていうか風呂は個室か、なんていうの、なん、家風呂はないな。家風呂、そうですね、だって密じゃないですか、家風呂って特に。うん、え、今から大浴場探しますかガチ勢、ガチ勢大浴場だったら全然一緒に行くけどね。本当ですか。うん、けど、うん、ちょっと、うん、そうだね、今日は無理かも。あ、そうですよね。切り替えにまた救ってもらって。あ、そうしますか聞いて聞かれて、私はお風呂の部分では救えないわ。意識した、意識しちゃったんですけど。そっかそっか。でもお家、私もここに来るまでに、うん、あ、お隣、あ、お風呂と思った時に、あかりちゃんさんとお風呂はさすがになんか申し訳ないなって私は思いました。これちょっと信者なの。え、これって22歳独身女性と25歳独身女性の話よね。あ、もちろんです。はい。おもろすぎるやろ。独身女性と25歳独身女性のお風呂、それを踏まえたらおもろいな、はい。じゃあ次は遠征の時に。え、待って、え、え、え、なんで？すごい。この話で？え？え、これ写真集競ってる今？かもしれない。え、イベント中？え、イベント、え、イベント中？面白い。誰？え、お風呂入った方がいいってこと？一緒に。あ、そうなのかも。え、ありがとう。え、こんなことある？にゃんすけさん。たたたたたたた。俺、俺。ズルズル。にゃんすけさんば。え、ありがとう。え、これ待って、桁がおかしい。え、ビーバ。え、ありがとうございます。ビーバさんば。にゃんすけさんば。え、すごい、私イベント用意で初めて見たんだけど。いや、ちょっと私もです。え、ちょっと一回タワーの俺書くわ。あ、書いてください。その間、うんうん、あの、しばしご勘弁ください。 ありがとうございます。え、びっくりした。すごい、こんなことあるんですね。何者なんですか。え、何者なんですか。本当にニャンスケサンバなんですか。福田ルームでも初めての出来事でした。本当ですか。はい。ペロペロチーノさん、ありがとう。はじめだよさん、ミラボありがとうです。キンミルンさん、え、かわいいの使ってます。え、こんなんで書かない。落書き帳。落書き帳。落書き帳。この落書き帳、エッセイに入ってから何冊買ったことか。え、もうめっちゃ便利ですよね。これ、もうね、あの、うん、何にでも使えるよ。サイズ感も。これに、写真集の最後に載せるメッセージも書いて、うん、あ、そうなんだ。提出して、うん、すります。すごい。今からすります。そんなこと伝えていいんですか。そうだよ。素敵。プロデュース内容。まだ擦ってない。そうだよ。素敵。え、内緒にしといた方が良かったんかな。え、どうなんだろう。私は結構そういうのマル秘タイプなので。マジで？でも教えてくれるのって嬉しいかも。そうです。だってね、プロデュース、うん、セルフプロデュースだからね、私が出していい情報と判断したら全部出していい。あ、そうだ。っていうタイプ。素敵。そうだよ。そうだ、そうだ。マックスフライシーです。ありがとう。今いつも。これ。マックス素敵。あれ踊りたかったな。え？あれのメンバーだった？はい。いいなぁ。私、全制覇しました。あ、全制覇じゃないよ。あ、そうじゃん。桜以外全制覇しました。岩田さん、木原さん、鈴木秀和さん。めっちゃいい曲だよね。めっちゃいい。鈴木秀和さん、ありがとう。しかも、うん。あの、また、ツアー戻りたいぐらい楽しかったかも。奈良県ツアー？はい。
なんかさ、バスでみんなで移動するの楽しかったよね。楽しかった。すごい。すごい強い。強いよ、この。かわいい。私、クマ描くのね、得意なのよ。クマ。ニコニコ！サンバ踊らせないと。サンバー。キラキラ着せてます？着せてない。リボンつけた。リボンが。ディーバさん。ね。7軒行くことないもんね、みんなで。ね、そうですよ、ね、それが嬉しかった。しかもしたかっ、もっとなんかフォーテッドグループの楽曲ができるのが嬉しくて。いいよ。え、やっぱこれしか勝たんです。サマーカットライオン、サマーカットライオンの、うわ、マジこれでいきましょう。バハ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 。ニャンスケサンバー、トゥル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 。オーレ好きなんや。オーレ、聞いてください。さっきリコチにおしゃれ番長通じなかった。そうですよ、おしゃれ番長ってめっちゃ流行りましたよね。私らが幼稚園か小学生の時に。3歳しか違わないのにおしゃれ番長が通じないってか。でも私は本当にボカロとアイドル曲しか聞いたことのない人間だったので。そういうことか。そうです、そうなんです。え、ボカロ何世代？ボカロは、え、全世代です。え、あ、全、え、でも、え、天の弱とか。あー、天の弱です。天の弱ですよね。やばいとか、うん、なんだったかな。でもちょっと昔、ちょっとまだ通ってなかったけど、うん、好きになって聞いたよっていうのはもう、世界で一番お姫様。ワールドイズマインね。ワールドイズマイン、そう。なんかメールと時計。うわ、大好き。マジ大好き。うわ、世代一緒だ。ですよ。え、ミツラありがとう。ありがとう。あら。ニャンスケサンバ。ニャンスケサンバ。一瞬スクショに映ってくんない？もちろんです。じゃあ、ニャンスケします。あ、ニャン。ニャン。ちょっとこの辺に来て。ありがとう。私も映っていいんですか？いいでしょ。嬉しい。なんか、めっちゃ来た。ありがとうございます。アンガガガ、あ、かわいい。アンガガガガ、こんな感じです。アンガガガガガ、アンガガガガガ、アンガガガ、お、え、上手だった。でもね、皆さんありがとう。寝ぼけた回がありました。え、寝ぼけて送ったの？マジ？え、嘘でしょ。全然コメント欄見てなかった。え、そんなことある？やばい、二人が出会っちまったって。朝起きたらチャージ残高多すぎて青ざめました。寝ぼけて桁間違えて課金した。寝ぼけるってすごい。ま、大丈夫。ニーサとかしよう。あ、積み立て。え、もう投資しようか。え、待って、大丈夫だよ。大丈夫、大人だから。ありがとう。いや、よくない。だって、結構焦ってきた。焦ってきた。焦ってきた。やばい。お返ししたいぐらい。お返し、ちょっとお返しします。なんか、肌見せといた方がいいかもしんない。なんか、露出かもしんない。露出しといた方がいい。とりあえず肌色、肌色見せる。肌色です。肌色です。これが。露出かも。おでことか見ますか？おでことかなんかいいかも。焦ってきた。二人分でちょっと、どっち変な汗かいてきた。本当。桁間違えたわ、やばいね。桁が違いすぎて。え、焦ってきた。え、ありがとうございます。もうこの気持ち分全部受け取ったんで、ありがとうございます。そうだよね。すごい。びっくりした。すごい。焦った。優しい。そんなことあるのね。大丈夫。もう、めっちゃ受け取りました。意味があります。いっぱい。ありがとうございます。かりちゃんさん。焦った。変な汗かいた。本当に。親身に、その身になっちゃった。本当だ、めっちゃ汗かいた。なんか熱い、ここ。めっちゃ汗。鼻汗やばい。ここ熱い。鼻汗やばい。鼻汗ティッシュあっちにあった。ティッシュあっちにですね。鼻汗やばい。本当さ、それは焦るわ。自分のことって思ってもやばいし。やばいですよね。汗焦った。いける、先生、私のとこにも先生来たんですよ。
先生写真集買ってくれてたね。えです。しかも見てください、やばい二人が出会っちまったって。誰のこと？私たち。え、狂わせてる。熱い。焦った。焦らせないでよ。いやでもメルトだね。すごいな、目もう溶けてしまいそうですね。メルト、あと、うん、パンダヒーローとか。え、わかんないや。でもそこまでライトなの、私結構目隠し団だったんですよ。ああね、カゲロウでカテイズね。そうなんです。イベントの日は皆さんが投げられると思って、何でもない日投げようと思ったら焦らせてすいません。ありがとうございます。せいかお疲れ。嬉しかったです。おみごみ可愛いよね。イエーイ。え、わかるって言ってる。 LQ ニー、パンダヒーロー。はい。え、またらしくはわかるやろ。あ、わかります。また漁師かで、千本桜絶対カラオケで歌うやろ。あ、歌います。もうこれはあんな早口でも歌えちゃうだよね。うん、目隠し、目隠し、目隠しティアクターズ。え、あれは、あ、なんだっけ、キサラギアテンションとか。あー、懐かしい。ですよね、ですよね。マジ私大好きでした。懐かしい。トラッキーさん、ありがとう。今の懐かしいモジョボイスだった。モジョですよ、ほんとに。メガネかけてロリ服着て、ロリータの服着て、フリフリの服着て、着てたわ。もうマジ鏡ね、リン、レンのアルバム買ってたもん。はっ、そうなんですか。買ってた。ガチじゃないですか。買ってた。マジっすか。それガチですね。翔さん、ありがとう。ボカロの話で、ボカロ大好き。え、だってもう全部好き。YouTube ミュージック。はい。そうな、今は聞いてないんやな。でも久々に聞いたらエモすぎてさ、泣きそうになるよね。え、そうですよ。私特に影プロ、もうこの見た目がもうなんかエモくないですか。え、エモい。はぁ、懐かしい。あ、やばい、重ねてとか流れちゃった。ちょっとおもろい。そんな、お月見リサイタルめっちゃ好きでした。え、わかんない、わかんない。え、これは腐れなんだっけ、なんとかとチョコレート。あー、知らない。あ、でもそのいいは見たことあります。このいいね。このいい、わかるわかる。えー、やばい、懐かしい。刹那トリップは、刹那。あ、わかります、わかります。刹那トリップは、でもわかんないでばっかだ。深海少女。あ、もうめっちゃわかります。十面相、グミばっかだな。あ、わかんない。グミとかもう、わ、もうめっちゃ好きなんだけど。いやー、じゃあ今度ルカルカライトフィーバーね、カラオケで歌いましょう。うん。おもろい、ほんとに。なんか、めぐりね、ルナみたいな。ルカ、ルカ、めぐりね、ルカで。めぐりね、ルカと。もう、六兆年と一夜物語。懐かしい。なんかあったな。ロゴはわかる。ロゴっていうか。うん。字体はわかるけど、曲はわからんな。うん。なんか今出てこん。コーラ、ありがとうです。うんうん。リコチの言葉遣い、エモ、だって。敬語がですか？エモくなっちゃう。ショールームは敬語じゃないの、リコチって。あー、もう。適当？適当語です。今回は神回ですか？神回です。神回だね。神回。二人で一緒にカラオケ配信とかどう？いつか。ちなみに明日は私カラオケ配信するけど、うん、多分元気だったら。元気。雨が降ってなくて元気で顔の調子が良ければ。絶対調子。揃うかな、この3つ。やばい、でも難しいですよ。元気だったらもう全部自分次第だからな、うん、天気以外。いや、そうだな、顔の調子か。予約もしたいんよ。お、いいじゃない。予約もしたけど、そうだそうだ、行く気になるかは分からんけど。でも、ね、予約はしたなら月1回やるようやよね、カラオケ。あ、偉いです。打ち上げみたいな、今月の打ち上げみたいな感じで、うんうん、でも2ヶ月ぐらいやっとらんのよ。あら、久々にしたくて、 お盆の打ち上げ、ご先祖。今しかない。あ、ご先祖、ご先祖はまだギリギリ、ここギリいるから、一緒に。ありがとうございます。一緒に、一緒にご先祖も勢ぞろい、勢ぞろいで、みんなのご先祖勢ぞろいで、うん、おお、ガチ打ち上げじゃないですか。ガチ打ち上げ、うん、お盆のガチ打ち上げ、いいじゃないですか。そうしようかなーって。しましょう、それは。なんかカラオケ配信でさ、はい、そういうのも歌えたらいいのにね。そうですよね。生き物舞台とか歌えたいもん。あ、伝えれー、あ、どんな歌だ。ありがとうって伝えたくて、歌わなかったの、あの、学校、高校とかで。歌いました。だよね。私なんなら奇跡歌いましたよ、グリーン。歌ってた、歌ってました。なんなら英語バージョン。
歌って。え、でももう思い出せない。ただ泣いて笑ってクライングクライング、ハッピースマイル、いいかも。過ごす日々には何スペンディングタイムエブリデイ、エブリデイ、いいかもしれない。そんな直訳なん。本当。でも奇跡は絶対奇跡でした。奇跡。そうなん。はい。デスチュニーとかじゃないんや。あ、そうです、そうです。すごい。そうなんです。え、奇跡って英語でなんて言うのか調べよう。確かに。ミラクル？ミラクルなんや。わかんない。Google 翻訳さん。Google 翻訳さん。直訳配信。直訳カラオケ。英語、アコ、アメリカ。アメリカ、奇跡。奇跡。あ、ミラクル。すごいね。さすがだね。やった。ミラクル。すごい。ミンミンミラクル、ミクルンルン。ミラクルミクル、うん、素敵。ああ、見つけちゃったにゃんこ。私のおっぱいマーク見つけた。え大興奮なき。ちょっとそのワードに慣れていなくって。昨日設定したの私のおっぱいマーク。え、すごい。あのショールごめんね、ここの配信で。びっくりしてます。あのショールームの、あのバナーあるじゃないですか。こっちとかこっちとかの、そのバナーを昨日設定したんですよ。はい。で、画像がなかったから、とりあえず昨日出てたオフショットのおっぱいを載せて、おっぱいをタッチしたら写真集が買えるようにしたの。私のルームに来ないって分かんないって。もうごめんね、すごい変なこと言って、すいません。ちょっとびっくりしました。そんなにワード聞かないので。そうなんです、私も使わないので。はあ、はあ、はあ、びっくりしてます。お風呂入ろうとしてたやつが。違いますよ。申し訳なくて入れないって思ってました。それはしっかりと。でも、押したくなるじゃん。え、そうですね。なんだこれは。パチパチ。これを見る、見たい、見るんだったら、うん、もう予約してねっていう気持ち。私もしよっかな。誰にする？やっぱ、ファーストカットの。私はもう、はぁはぁです。ひっくり返った。ひっくり返った。ひっくり返した。逆に押せない。ほら、もう。ハロー、ありがとね。すごいですね、多分体勢ついてる。いや、体勢ついてない。多分私、波状反応したら、私が、うん、あ、そうやってまたそういうのばっか反応して、普通の服着てる時も可愛いって言うよ、とか言う。あーすごいから、ちゃんと教育してる。違う、教育じゃないんです。私が悪いんです。あ、だから、やつ当たり？そういう私のことを、天の尺の。ちゃんと、うん、ダメだよ、そういうこと言っちゃ、ふくちゃんって。あ、言ってほしい。ちゃんと、素直になりな。正してほしい。で、うん、正してくれてるの、いつも。すごい。素敵。優しいの。私のこの、凝り固まった考えをね、ファンの人がほぐしてくれてるんです。優しい人がいい。そう。だから私もここにこれを載せれるようになったの。あ、今までの私やったら、うん、そんなんせんかったよ。あ、そんな。ハーハーしてました、私みたいに。けど、これにも慣れていかなきゃいけないんだなって、うんうんうん、思ったの。みけちゃんも掘りたいこの笑顔。すごい。普通の服着てても桁間違えるんで大丈夫です。大丈夫ですか。もう今日は擦り倒しなさい、その値段を。本当に。その桁分。うん、そうだよね。もう10日間ぐらいそれ使える。ね、ちょっと膝見えてるから回収できてるかな。うん、そんな気がするかも。これお尻です。お尻です。お尻です。お尻らしいです。お尻。お尻ちゃん。そうらしいです。うひょー、マグ花火10個ありがとう。ありがとうです。イムジンさん、ね、ありがとう。ありがとう。すごい猫草。私も過剰反応しすぎましたね。え、そうしちゃうの。でも慣れてないから、うん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 、なんかもう、うん、ちょっとうわ、ん、ってなっちゃったのね。なっちゃう。そう、しょうがないじゃん。でも、はい、今まで何も出してなかったから、うんうんうん、けどそんな私をみんなが教育してくれてるの。ああ、なれろって。なれろって教育された果てがこれよ。すごい。英才でしょ。大英才教育。ファンの言うことを聞いてるから。ちゃんとやりましたよ。健全。健全。X インスタ。あ、戻らなくなっちゃった。あ、戻った。X インスタ。戻らない。戻った。X とインスタです。X とインスタ。ショールーム花火大会って何してるんですか。なんかあるんかな。ですよね。どういうことなんだろうね。夏が。え、でもこの季節好きよ。わかります。なんか毎年あるよね、この夏の終わりに。うんうんうん、ショールームで。
夏を感じる。ありがとう、トラッキーさん、ハルルンさん、キハさん、ありがとう。お利口さんも英才教育していくしかない。何英才教育してるだろう。私みたいな変なやつでも対応できるなんか力。お利口さんっていうチーム名がいいよね。本当です。うん、いい、かわいい、かわいくない、お利口さんって。なんですか、ケロケロケロピタイド作ってない。あ、本当です。私そういうの作らないから。それ言ってるタイプなのよ。かわいくないでしょ。そうなの。あの、この感じで10代から来ちゃったから、お、今更素直になれないから作りません。え、でもそれもいいと思います。新規が入りやすいです。どうなんだろうね。そうです、私は勝手にお利口さんとってます。え、お利口さんかわいいですよね。めっちゃかわいいと思う。お利口さん、ラクエルさん、コーラ、お利口さんだねとか言ってもらえないもん、大人になって。うん、確かに言ってもらえない。言ってくださいね。お利口だろ。笑う姿がとても綺麗です。優しい、優しい、ね、女子は笑ってる方が可愛いね。トバチン、ありがとう。えー、花火いっぱい見たい。トバチンさん、ありがとう。確かに去年なんかパンダとかあったよね。ありましたか。パンダ来てさ、なんか花火、え、花火もらったことある、ショールームに。え、そうなんですか。なんかくじ引きみたいなのなかった、パンダ来てさ。え、でも確かにパンダ来てた。2年前ぐらいかもしれないけど、なんか、うん、あのお正月にパンダ来てました。あったよね。ミコパンダ、ミコパンダ。え、花火あったんですか。え、あるんじゃないそういうの。てかなんかハロウィンでコスプレがもらえるとか。え、トバチンさん、バーリーさん。あ、くじ引きに当たったらみたいなやつか。そうです、そうです。トバチンさん、トラッキーさん、ナギちゃん。え、そっちの花火、ニョッキンミルンさん、スクリンチ、バリーさん、花火ありがとう。コーラありがとう。えー、わかんない。ありがとう。なんか花火、花火もらったことあるよね。え、すごい。かぼちゃももらっとった。え、そうなんですか、うん、どこで使ったんですか。おきちゃんにあげた。おきちゃんがどうしたのか分からん、うん、どうしたの、うん、気になる。そんな今後展開があるかと。もらえるんだ。じゃあ、あるかな。あるかな。今年はもしもらったらやる。え、やりましょうよ、じゃあ2人で。ね、花火やれるとこあんのかな。なんか申請して、うん、し、申請だって外でじゃない。あ、申請せないかんの今時。多分今時です。令和はそうなんだ。はい、守らなきゃ。あ、でも場所じゃないですよ、配信とかでやるとしたら。あ、配信の話。はい、あ、びっくりした、そういうことか。え、あ、でも普通の公園とかでやっていいの。え、いいと思います、それは。へえ、そうです、そうです、そうなんだ。そうです、そうです。ロッピーさん、ありがとう、ありがとう。タブちゃんマン、花火ありがとう。あ、やったな、24時間配信で。え、いいな。え、どこでやったんですか。え、どう、うん、外ですか。外、外、外で、公園でやって、うんうん、え、でも公園に許可は取ってないかも。あ、でもぜ、それはいいと思います、みんなのものなので、公共の。そういうもの。はい、常識の範囲であればいいって感じ。あ、そうです、そうです。大暴れして汚して帰ってダメだけどそれはやばいね、うん、綺麗にして常識の範囲内。えー、したいですね。いつまで、うん、何月まで許されるんだろうね。うん、10月です。10月に入るまで。決まったの。今です。10月の10日までならいけると思います。10日までなんだ、うん、ハロウィンまで。ハロウィンの風紀が出てくるとダメってことか。そうです。あ、ハロウィン飲み込まれる前ですね。キングさん、マサシさん、ありがとう。そういうことか。そうです。じゃあ、まあそれまでにショールームさんから花火がもらえたら、うん、買う気はないっていうね。それもう買ってまではいいかなみたいな。もらう気でいる、うん、え、待って、もうこんな時間53分。ちょっとびっくりした。え、ね、ランキングってさ、どういう風に読むタイプの人。39位から読むタイプです。あ、いや、そうだとね。そうです。あ、で、うん、6位になったら秋元先生枠っていうのがあって。あったね。その人に何々先生ってつけて先生って呼んで、うんうんうん、で3位からはメルヘンチェンジで。あ、そうだ。で、ありがとうって言います。 OK。 じゃあそれタイミング来たら先にやっちゃって。あ、わかりました。うん。先に。私はそんな時間かかんないから、うん、じゃあ先にあの、うん、やってもらって、うん、それは時間が焦んなくていいかも。わかりました、ね。そうしましょう。そうだ、秋元先生枠あったわ。そうです。6位だよね。6位です。うん、何々先生って
なんかみんな止まってる。あ、うんうんうん、ありがとう、タコ。ハリーさん、タコ、タコ。みんな揺れてない。そう、あの省電力でみんなの動き止めてる。でもね、 星投げたりギフト投げたりしたらピョンピョンなる。省電力なんだこれが。そうそう、すごい、ちょっと感動してるかも。省電力にしないと、それこそアニメーションが追いつかなくない？確かにね、追いつかなくて。確かに iPhone あれかも、 10R やけんかも。それか、うん、うわー、いいですね。そしたら混まない電波が。そうなの、うん、これは多分結構電波使ってる。うわ、マジか、やっちまってるじゃねえか。星さんありがとね。ともあきさん、アバセボイチェーンさん、ハリーたまさつぐさん、カーク、小川ダンさん、キングさん、そうじゃん、バリーさん、星花火、処理能力、コメントサイズは一緒かな。ありがとう。え、コメントはね、私いつもふーちゃんにおばあちゃんのサイズって言われてたから、ちょっとでかいままよ。かわいい、おばあちゃんのサイズっていう、おばあちゃんのふーちゃんが。わかるかも。あかりんのショールーム、おばあちゃんみたいなサイズだよね。ふーさん、ふーさん好き。そうさん、エリックセンさん、イシーさん、フボムさん、ありがとう。じゃあそろそろ読み上げますか。はいはい、お願いします。では39位から、ひびきちゃん、わらびもちさん、そらねるさん、渡辺さん、ひでさん、ゆうさん、佐藤のんすけさん、くにちゃん、たけしさん、食パンダさん、あーさん、おひさまじさん、くぼずんさん、きはさん、ポンコツさん、マイコルさん、ぼやっきーさん、トリガーさん、スノー、とばちんさん、シーメンさん、さんぱちさん、コンコ、ラミパスさん、さくりんち、トラッキーさん、サム、よっきんみるんさん、おへそさん、ペロペロチーノさん、かずさん、かーくん、コーラ、そして本日の秋元先生枠は、はるるん先生です。ありがとうございます。鈴木秀和さん、はじめだよさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はせいちゃんでした。せいちゃん、ありがとうございます。第2位はみつるんでした。みつるん、ありがとうございます。そして第1位はバリーさんでした。バリーさん、ありがとうございます。そしてみんなでした。ありがとうございました。見てくださって、ねえねえねえ、なんでランキングの時だけさ、はい、あと電話口のお母さんみたいな。なんかちょっとなんか予想行きの声なん。はい、もしもし。確かに。それはずっと思ってたんですか。ずっと耐えてた、もしかして。ずっと耐えてた。恥ずかしい。急に。確かにちょっと予想行きボイスになって。急に電話口お母さんやん。確かに。はい、もしもし。わお、まさかさん、ありがとう。柴さん、おひさまじさん。確かに。なんかでも、脳に一番負担がかかんないんですよ。うん、いっぱい読むからね。そうです。それはあります。スピード感があったもんね。そう。高めに早く。ランキングも。お疲れ。生のひさと、ありがとう。すごい。ふーちゃんまん、あかりちゃん、おつっこりー、りごち、おつかれんこん。ありがとう。おつっこりー、ありがとう。おつかれんこん。あおりよし、二人の配信新鮮でした。水曜クワトロ、楽しみです。では、待ってまーす。え、そこで連絡できるのいいですね。連絡っていうか。そう、連絡。連絡。もう書いてない人もいっぱいいるよ。あ、そうなんですか、ね。コーラ、あかりめちゃくちゃ可愛いです。ありがとう。え、めっちゃいい。でも13位からって呼んでる。壇上さん。タカ、ありがとう。うん。テルマエ、カタグッチ。ありがとう。写真集楽しみ。嬉しい。写真集。よろしくお願いします。9月何日でしたっけ。にゃんにゃ。にゃんにゃにゃんにゃ、マグ、ありがとう。みけちゃん、ありがとう。埼玉のおいたん、ありがとう。きくしゃーん、ありがとう。はじめだよ。天使の部屋コラボ。天使の部屋。え、毎回最高。今度はタコベル持ち込みお願いします。おお、広島にないんだよ。渋谷からウーバーイーツしてもらうしか。確かに。ふんふん。ふんふん、ありがとう。1位は、LQ ニュー。にゃーん。ばーありがとう。いいことあるよ、きっと。絶対ある。そう。福田に届けたんだからね。服が届く。服を倍返し、10倍返しするんで。ありがとうございます。すごい、10倍。100万、100万。服を、あの、万とかじゃないから、もう。ちょっと失礼しました。服をいっぱいお返ししますから。失礼しました。はい、皆さん、今日も配信見てくれてありがとうございます。ありがとうございました。お邪魔しました。工藤理子でした。はい。こちらこそありがとう。ありがとうございました。あかりちゃんさんでした。私が福田はって言ったら、ストーチーって言ってください。はい。ありますと、福田は瀬戸内、ありがとうございます。サートで虫はどんな決まり、福川県出身の福ちゃんこと福田貝でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、えいえいおーやすちーって言ってください。はい、せーの、えいえいおーやすちー、健やかに健やかに、おー
健やかになってください。寝ぼけて写真集も買っちゃいました。ナイス素敵。でもでもずっと寝ぼけててもいいかもしれないですね。カズさん、岩田さん、いい言葉、皆さん見てくれてありがとう。水羊羹さん、定食さん、チャーハン定食さん、ありがとう。おやすちー、みんな見てくれてありがとう。にゃそ、明日はちゃんとおはようメールを2人で送る。あー絶対送ろう、絶対送ります、絶対送るわ。今日もありがとう、また明日お任せください。また明日カラオケ配信できたらします。頑張れください。頑張るぜ。私たちは続いてる。あれ告知はレアから8月22日にやばいやばい、8月22日に配信します。ショールームの、私切れちゃった、終わっちゃった。私は